はい、えー、こんにちは。気になる男シリーズの69話になりました。えー、今回ですね、まあ、無料プレゼント期間がもうそろそろ終わるんですね。えっ、ー、と、16、17が無料プレゼントの期間だったんですけども、現在、時刻が23時8分ということで、あと、1時間もないような感じですよね。まあ、ロスタイムというか、翌朝までの受付があったとしても、まあ、多分多くの、 視聴者さんっていうのはもうこの時間寝てしまってると思うんで実質的には無料プレゼントがね、えー、あるようでしたらもうあるのかなと思いますけどもどんな感じになってるのかなと思いますで今回の件を置くにしてもですねあの無料プレゼントが、まあ、受け取ってもらえる人と受け取ってもらえない人そして受け取ってもらえるにしてもそれほど多く受け取ってもらえないとこんなにいいものを作ったのになんで人の 手には届かかかかなななないいいいのののとかね、欲しががっっててくれる人う無料プレゼントの中身がちょっとイメージできないっていう問題とね何でも無料なら欲しいと思うんじゃなくて自分に必要だなと思ったらあそれはちょっと欲しいよねってことになるんですけどもじゃあですね視聴されてる方の欲しいものがちゃんと作られているのかもしくはそれがイメージできるようなコピーが踊っているのかそしてその伏線がちょっと前から 匂わされているるのかかどううな問題があると思うんですよねで今回は、プレゼントを送る側の、どういうふうに送ればね、喜んでいただけるのか、待ってましたとばかりに、もうひったくるように受け取っていただけるのか、まあ、そんなことについてちょっと考えてみようかと思うんですよね。まずですね、人は経験と学習から多くは成り立っていると思うんですよ。で、経験がない場合は、学習をしなければなりませんよね。うん、例えばそうですね、私が、 ロケットに乗って月に行く、まあ、その経験がないわけですけども実際にそういうふうな場面に出会った時に自分はどんな用意をすればいいのか何日ぐらいかかるのかそこでの心理状態や食べるものそれから他の生活様式はどう変わるのかこういったことっていうのをいっぱい学習,して学習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 して経験に勝るほどまで勉強すると思うんですよねそうするとですね実際に経験はしていないんだけども 学習によって経験を補うことはできるのかもしれません。そうですね。百分は一見にしちゃうとことが、あの、体験に勝るものはないっていう言い方がありますけども、まあでもね、何でもかんでも、体験、経験が強いとしたら、人は何のために学習するのかってことなんですよ。そうなんですよね。学習の仕方によっては、経験以上のものを学習から得ることができるんですよね。まあそういったところに、まあ勉強の価値があると思うんですね。で、逆にですね、 勉強ができないならやっぱり経験をししててみるっていうことが大事かもしれません。勉強するその事前情報がなかったりその場所が与えられない場合はとりあえずやってみる当たって砕けるみたいな感じですよね、まあ、例えば恋愛なんですけども好きな女の子にアタックをする、ね、そういったことってのは経験出ないとなかなかね、えー、どんなことが起きるのかってことはわからないもんです恋愛の場合学習すれば学習するほど成功するんだったらこんなに簡単なことはないんですけども 学習してもね、やっぱ相手の心に届くか届かないかとか、相手の好みはどうなのかとか、様々な問題があるわけですよね。まあですんで、なかなかね、勉強すればいいよっていうものは、恋愛には当てはまりにくいかなと思います。もちろん、清潔にするとか、丁寧な言葉を使うとか、相手の好みとか、嫌いなものとかを事前にリサーチしておくみたいな、あ調べておくことによって、何らかのアプローチがしやすくなることあると思いますけども、でも、好きなあの子のハートをゲットするためにね、勉強だけすればいいってもんじゃないし、恋愛に長けている。 ナンパの、うん、口の利き方が上手だったりとかすればいいと思うんではないですからねやっぱ根底にある感情とかでどういうふうにその人と関わっていくかっていう経験が二人の距離を縮めるっていうこともありますんでねで今回はねプレゼントの心理についてお話していきたいなと思うんですけどもこの辺でちょっとねトークが温まったんじゃないかなと思いますんでここから本題になってきますあのプレゼントをお送りするときってプレゼントをもらう人の気持ちを考えてみると あ、もしかしたらもうすぐもらえるかもしれないなっていうふうに感じさせる必要があるもしくは感じていただいている状態であるってことが大事なんですよえ例えばねもうすぐ10月の31日ハロウィンが来ますよねだからね今ぐらいの時期から飾り付けをする街並みを見たりとか CM でハロウィンセールとか言ってからね耳に入ってきたりとかしてだん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 人々の心ってのはハロウィンのモードになっていくんですよですんでハロウィンの当日に仮装してる人が出てくるんじゃないかなとか 何らかかののイベントががあるるんんじゃないかななないいっっててうのが受けけ取りやすくなってるわけなんですよねでもそういう事前情報なしにいきなり街に出てみたらお化けの格好した人がうねり歩いていたらびっくりしますよねこれは事前情報ない状態でプレゼントを送られたそんな心理だと思ってくださいもうちょっと分かりやすいましょうかクリスマスマ月になっててくると街は色づいてきますよねそうすると人々の気持ちってのは今年もクリスマスか誰に何を贈ろうかな誰から何をもらえるかなこんな気持ちになってくると思います いつも言ってる職場はちょっと飾り気するんだろうか。我が家はどういう風になるんだろうか。どういう風にするんだろうか。とかね。こういうふうな気持ちになってきます。バレンタインでもそうですよね。だいたい2月の2週目ぐらいになると、世の男性は、どうせ俺もらえねえよとかね。義理チョコぐらいあるかなとか。うん。彼女は奥さんはくれるんじゃないかなとかね。そういうふうに心の中で期待してもらいやすい状態に心が温まってるんですよ。だから、スッと渡させときに、ちょっとね、え、びっくりしたな。 っってていいうう風風ななな演技をかましががらもありがとねねになるわけですよ、ね、逆にそういう風に構えているのにもらえなかったりするとなんだおかしいなもらえないよどういうことなんだみたいな感じになってくるんである意味そこではもらえるだろうという気持ちときちっとプレゼントを渡すってところで気持ちが通じる瞬間なのかもしれませんねそれによってプレゼントもらってありがとう送って受け取っていただいてありがとうっていう関係が成り立つのかもしれませんその他ですね 誕生日も近づいてきたら意識するところがあるんじゃないかなと思いますし、何らかの記念日とか、何の変哲もない、そんな日にね、いきなり渡されても、そこには何らかの理由がいると思うんですよ。例えば二人の出会った何とか記念日とかね、初めてデートに行った日は今日だったねとかね、そういったこじつきもいるかもしれません。で、今回動画のやりとりをしているんですけども、そこに来るとね、例えばね、50話突破記念をやろうと思いますとかっていうので、45話ぐらいから話が回転していると、 50話に向けて視聴数を維持する方が出てくるっていう状態もありますしあ次回は50話だからなんかプレゼントあるかもなって感じでちょっとね50話のアクセスが高まるかもしれませんだからこれが60話の記念でもいいし70話の記念でもいいと思うんですよそういうふうにあと何回このやり取りが続いたらもしくは何月何日になったら再生数が何十回を超えたらとかねそれからあの チャンネル登録が200人を超えたらとか300人を超えたらみたいな感じでこうなったらそうするよってものを匂わせながらやっていくとお知らせしながらやってると実際にそうなりそうな時に視聴者さんの興味関心が高まっていったりとかあと実際どういうものが欲しがられているのかとかねどんな動画のテーマは再生数が多かったのかとかマーケット世の中ではですね YouTube に対してどんな期待を持ってるのかそしてその期待に応えるためのプレゼントを今作ってるんだよっていうふうな伏線を張ることとかそういうふうなことができると思います。 まあ、様々ですね。いろんな、あ動機、こじつけ、原因を持ってですね、プレゼントをする理由付けをすることによって、プレゼントを受け取る方も納得感を持って受け取ることができると思うんですけども、いきなりプレゼントって言われても、なんだこれは罠かっていうふうに思うわけですよね。<laughs> うん。だからなんかこうね、何の場合もれもなくあげますよって言われても、人は受け取らない可能性があるわけですよ。例えて言えば、こんにちはっていきなり来た人が、これあげますよって言ったら、何なのこれってなるんですよね。でも、一週間ぐらい前に、 ポスティングされてペーパーが入っていて1週間後にこういうものを届きますからねっていうふうに書いてあったらあ,あれが来たのねっていうふうに思うんで要するに受け取る体制ができてるって状態だと思うんですよでここに68話の画像があるんですけども片思いが強すぎるとそしてタイトルは無料プレゼントは一歩間違うと片思いならぬ片思いね重いなんだこれは重苦しいもんが来たぞみたいな感じでなんか恩返しないとやばいのかなっていううになっちゃうわけですよね だからその辺でなんであなたにこれを提供したいのかってことをお知らせする必要があるんですよね。もしくはこういう人にはこのプレゼントが多分最適だと思うのでこの度全員は受け取らないかもしれないけども一人でも受け取ってほしいと思いますとかね。そういうふうにしておくことが求められるんじゃないかなと思います。タイムリーな話なんですけどもあの昨日今日とですね、うちの方にね、庭の剪定をされている方が来たんですよ。町内の方で趣味でされている方らしいんですけども私そんなに付き合いがあるわけじゃなかったんですよね。でも 久保さん、久保さんのところにはこういうふうに選定した方がいいと思うんだけどね、いや、お金いらんよ、ちょっとこれやらしてもらおうかなって感じでくるんですよ。でも私は何,何の目論ろみでそんなこと言い出すのかなとかね、ただ好きでやりたいっていうふうに思ってるんだったら全然構わないんですけども、でもね、やっぱり、うん、私が納得感ある その受け取り方っていうかアプローチを受けるとしたら「久保さんのところ庭ねいつも見てるんだけども、うん、ごめんね久保さんが手入れしてるところわしはねこういう風にした方がいいと思うんであれもしよかったら私のね経験のためにちょっと庭を一回触らせてもらえんかね」みたいな感じで来たら「あなるほどこの人はバカ数を踏みたいからうちの庭を使わせてくれ」ってことなんだな確かに剪定っていう仕事は本当に一件やるのにすごく時間かかったり手間もかかるんでそんなにたくさんの家をね できるわけじゃないから、そういうのが好きな人にとってみたら、近所でいじりたい庭ができたら、やらせてもらいたいと思うのもしょうがないかなと。じゃあ、これを木にお近づきになるのもいいよねって感じで、私も受けたかもしれないですけども、今回ね、なんで唐突にそんなこと言い出すのかなということでね、そういうところで戸惑った覚えがあるんですよ。で、今日はもうね、脚立をね、持ち,持ち込んできてね、やる気満々なんですよ。こうなるともう断るのも申し訳ないんで、まあ、このまま流れに任していこうかなと思います。まあね、でもね、 なんというか、これを機会にオンに着るっていうのも、なんだか不気味な感じがするんですよね。何か恩返しをした方がいいのかなとか、この人の誘いがあった時に断りにくいなみたいなね。うん、様々ですよね、うん。でね、その他ね、ちょっと変わったキャンペーンの紹介して今回の動画を終わろうと思うんですけども、例えばある人はね、なんか、刺し歯が抜けておにぎり食べた時に刺し歯をね、飲んじゃったらしいんですよ。うわ、なんだこれみたいな感じで、うわ、刺し歯飲んじゃったよ。よし。 刺しを飲んじゃったキャンペーンをやろうみたいな感じでもう何の脈絡もないキャンペーンをやってまあまんまとね商品販売につなげていったりとかもしているもんですしそれからね、えー、と私車に乗っていてねある日ガスケツでレッカーされたんですよでそのガスケツでレッカーされた模様をずっとね YouTube ライブで放送しながらよしガスケツレッカーキャンペーンやろうと思ってね えー、その時に、レッカー代金っていうのは一応保険で出たんですけども、大体額面通り行くと、なんか7万円くらいかかるような、あ処置だったらしいんですよ。あのレッカーとかその他のことを込みでね。そうすると、7万円の売り上げを目指してちょっとね、キャンペーンしようかなと思って、あの、2万5千円の商品をね、3つ4つ売れないかなと思って、その少ない、 十数名の視聴者さんに対してキャンペーンをやったわけですよね。その時商品考えてなかったんですけども、今先行予約で4万9800円のところ、2万5000円の商品を作りましたと。こちらの方、提供は2週間先になりますが、予約をしていただけると、この割引価格でお渡しできますよ。内容はこういうことをやろうと思いますっていうふうなことをライブ放送でお話ししたんですよね。まあ、そうするとライブ放送中に注文がこう飛んできてですね、そこでまああの3件売れて、 2万5千0け× 3だよねってことで7万5千円がね、えー、おかげさまでできたということだったんですよ。で製,製品の方はねちゃんとお作りしてその後サポート付きでお渡ししたっていう感じになりますけども、あのー、なかなかね面白いことができたんじゃないかなと思います。<laughs> はい、ということでね、えー、今回このプレゼントについてやっぱりこう受け取りやすいその受け取り手のコンディションを整えておくってことも込みで、えー、お送りする方はやっていかないと逆になんかこう拒否されるっていうね そんななとが起きててたたりりかしてあのちぐはくになっすするわけですよね、えー、特にその YouTube を使った無料動画ってのは、そのは無料で信頼関係を作ってその後で商品を売るっていうそのお決まりのコースがありますんでやっぱり警戒心を抱かしちゃいけないんですよね十分納得いく理由であだったら受け取っとこうかなと、うん、受け取った後に何か来るか分かんないけどそれも込みで受け取っとこうかなっていうふうな状態を作らなければ無料プレゼントを提供して 受けけ取ってくれたんだけど無料プレゼントを、ね、開きもしなないような状態そういうふうな経験をプレゼントを受け取った人に詰ましちゃうとじゃあ無料プレゼントを開けてないのに有料プレゼント有料の商品が来たところでやっぱ開けないだろうなっていうふうなこの逆のね <laughs> 心理状態を作っちゃうんで結構危険だなと思うんですよ。そうならないように無料プレゼントの送り方っていうのはあ,ある時をね境にこ伏線を張っておいて納得できる理由をつけておいてそして顧客の聞き取りもしながら うん、いわゆる、受け取りやすい状態を作っておいて、で、はい、どうぞみたいな感じでいくと、一番受け取ってもらえる可能性が強いのかなと思います。で、そうなると、受け取りやすい状態ができていますから、信頼関係が十分開けてるっていうことなんで、今度、有料の商品とかもね、売れやすいっていう流れができるんじゃないかなと思いますね。え、YouTube でね、セールスを繰り返してきて、大体そういう風な形で、私の場合は、まあ、うまくいってきたかなっていうことと、やっぱ普段の動画でね、あの、 私はね、コンテンツをうん、まあ中身というふうに訳することが多いと思いますけども、あの、問題解決っていうふうに私は解釈してるんですよ。コンテンツっていうのは。例えば、無料動画を5分とか10分とか20分で作りますよね。その中には、視聴者さんの疑問に必ず1個は答えてるよっていうふうな問題解決を入れてるんですよ。で、今回、 無料プレゼントに対してどういうふうにやれば無料プレゼントを受け取っていただけるのかなひいては有料のものが売れるのかなってことをお話したわけなんですけどもなるほどなと思っていただければ今回のコンテンツはあ意味があったかなと思いますしここまで見てくださった方との距離は一歩縮まったのかなと思うんですようん、まあ、ですんでね、あのー、無料だからみんなが受け取ってくれるわけではなくて今無料でも受け取ってもらうのが難しい時代に入ってるわけなんですよ。駅前でティッシュを配ってる人 いますよねでもそのティッシュ素通りしますよねなんででしょうねティッシュって必ず使うはずなのに無料で配ってると受け取らないみたいな現象が起きてきてでドラッグストアではティッシュ買うわけですよだから人っていうのはお金を払う払わないにかかわらず受け取りやすい状態ができてるかどうかっていうところが最もね大事なんではないかなと思うんですよ。受け取りやすい状態ができてれば多少割高でももう状態ができてますから。 やっぱね、買ってしまうというふうな流れになってしまったりむしろそういう流れを作るのがそういう心理状態を作っていくのがビジネスをお送りするもの,のまあねスキルというかここにかかってくるんじゃないかなと思いますね。今回はね「無料プレゼント」の受け取らせ方といったらねすごく偉 <laughs> そうな言い方になっちゃいますけどもそうですねタイトルとしては「なぜ拒否られる無料プレゼント」ということにしときましょうか。拒拒否否れれるるっっていうのはやっぱりね、拒否られる状態を ほぐしていないっていうプレゼントを贈る側のちょっとこうね落ち度というか見過ごした点があるんではないかなってことにちょっと気がついていただければ無料プレゼントがねものすごく人気のプレゼントになると思いますので今回はそういうふうにしておきましょうか無料プレゼントがねやっぱりね多くの人に受け取られると何がいいかっていうとこれは無料の時に何人の方に受け取ってもらいましたと。 で、今回はその無料プレゼントにちょっと、まあ、バージョンアップバージョン作ってちょっと有料にしときますっていうとこれまた売れ始めるっていうことなんですよねうんだからやっぱり動画コンテンツってのはあの今情報の時代ですから分かりやすく伝えるためにはものすごくいい、えー、コンテンツになるわけですよただ中身がよくったって受け取りやすい体制ができていなければ宝にね宝と気づいてもらえない可能性がありますんでねご用心だきたいと思いますそうですね例えて言うとこういうことなんですよ 今ね、目の前に髪をくしゃくしゃーっと丸めたね、こういうものがあるんですよ。一見ゴミですよね。こういったものに気づかずに通り過ぎる方ばかりなんですけども、でもね、次にね、私がお見せするものを感じていただければ、ゴミだと思ったものも開いてみようっていう気持ちになるんですよ。それは、これなんですよね。くしゃくしゃの一万円札があるじゃないですか。チャンスとか無料プレゼントってのはこういう形をしてるんじゃなくて、 こういう形をしてるんですよね。チャンス。無料プレゼントってのは。だから多くの方が通り過ぎるんですよ。でも、くしゃくしゃのシワだらけの1万円札を見せた後で、これが出てきたら手に取って開こうっていう心理状態になるわけですよね。まあこれが私の好きなね、あの、例の示し方なんですよ。運というものはこういう形ですよ、みたいな。おかげさまで1万円札がちょっとね、 険悪症になってしまいました。はい、ということでございます。はい、ではね。今回の動画は以上でございます。また次回もよろしくお願いします。たかさんありがとうございました。